はい、始まりました。ノクタンレディオでございます。ーあ、お、あ<ー>ここ、あれ、あれ。山下聖一郎です。<laughs> いや、嘘つけ。<laughs> <laughs> そうなんですよ。今回はですね、な、特別に。わい。あの、山下君に変わりまして。はい。 スペシャル MC ということで夢中マリアクの瀬戸朝美さ,さんに来ていただいております。はい、夢中マリアクの瀬戸朝美です。いやーし。やー、やっぱ山下くんがこういて森田とさんがいてそこになんかこう、うん、ゲストみたいな感じで行くのかなって思ったら、はいはい。なんか山下くん不在で瀬戸大田みたいな感じだったんですね。すいやもうね、うん、奪いに来てるよね。 そういうそういう形になってしまいましたね計らずも <laughs>、はいえっと、これはね、えー、っとその「ノクタンブギー」を見ていただいてるファンの方と、うんえっと、あと悠トがね清役の悠ト、はい、が考えてくれたんだけどご、うんはい、あのご挨拶があってラジオの「ノクタン」はでしょ出た僕<た>知ってますねいや任せてくださいよ、はい、<laughs> それ皆さん待ってると思うんでちょっと待っていただいていいですか じゃあ皆さん、私がノクタンはと言ったら、えー、自宅にいる皆さんも外にいる皆さんは控えめにご賞はください。行 <laughs> きますよ。ノクタンはーはい。はい。いや、いいノクタンはですね。ありがとうございます。はい。ちょっと新鮮ですね。もういつも野郎の声でしか聞いてないので。<laughs> えー、でもなんか森田とさんとこうやって電話で喋るのはなんかもう、うん かつても、なんかもう何時間も電話したことあったじゃないですか。<laughs> そ,うね、<laughs> そう、だから、なんか全然新鮮さはないです。いや、そうですよ。はい、いや、もう、本当に、まあ、それこそ、このノクターン、ノクブギの収録をするために、こういろんな、ねうん、音響機材のセッティングやら。うん、あの私の家の脆弱な Wi－Fi から始まり、<laughs> 本当ね、うん、いろんなことをね、森里さんに助けていただいてたんですよ。 いやいやね、でそうやっぱメールだけだと、まあ、LINE とかでのやり取りだけだと正直こうわからない部分が多すぎて、うん、もう森太田さん電話しましょうと、うん、<laughs> そうそれで電話していろいろ教えてもらいましたね本当ですねいや大感謝いやいや何でもしますよ <laughs> いやもうそう言っていただけたんで、はい、お言葉に甘えに甘甘ええましたさあで今回はですね あのーまあ、急遽ねこの瀬戸ちゃんに出ていただけるということでツイッター,ー、Twitter、でですね、うん、あのご質問受け付けますよみたいに言ったらねいっぱいまたいただきましてありがとうございますねありがとうございます、うん、なのでそれをちょっとね、はい、もう瀬戸ちゃんにもガンガン答えていただこうかなとりわかりました森舘さんにも答えてもらうからね、はい、<laughs> まあ僕はねなんかこう、うん 逆張りするぐらいのちょっとわかんないですけどやっていきましょうかじゃあもう早速いきますよわかりましたいっぱい来てますんでねカモンベイベーアメリカおお。知ってるぞその曲 USA 全部歌うじゃんじゃあ最初の方はですねはい「ひひよさん」「ひよさん。さん」「Thank you so much」「YouTube だから」そうか ユーチューバー的な <laughs>。英語でえっとこう全世界にね。え、瀬戸さん、森田さん、ノクタンは。ノクタンは。はい。私はこの時期カフェに行くとホットとアイスどちらを頼むか迷ってしまいます。お二人はこの時期飲むならどちらですか。うん。瀬戸ちゃんどうですか。私は今日もお茶をしばいてたんですけど、お<ー>カフェでお<ー>ホットでした。やはり。うん。あのねやっぱりこうまあお店の中いたりとかさ。 結構歩いたりしてると暑くなって意外と、うん、冬だけどアイス飲んじゃおうみたいな時あるじゃないですかはいはい、はい、でまあ私も27年生きててそういう機会がありました、うん、暑いからアイス飲んじゃおうみたいな、うん、だけど結果そのカフェにまあ何, <laughs>、うん、何十分かいるとね絶対寒くなるからああそう、うん、じゃあもうホットだとうん私はホットまあちなみに僕はもうアイスですねえ暑、ー、がりです 冷めますって熱々だけどやっぱあったかい状態で飲みたいからなんかねいいとこのねカフェイに行くとこう、うん、ティーポットにね帽子みたい布のこう何だろうおドーム型になってる帽子みたいなのをかぶせてもうできるだけ冷えないように、うん、そのポットに入ってるのは、えー、できるだけ新しく入れたら こうたかいお茶が飲めるようにっていうふうにこうね心遣いをしてくれるねカフェもあったりするんですよ。あさなんでカフェっていうのさっきから。え気にしちゃいます？森田とさん気にしちゃうんだ。ないね占い見てない。やもう気にしないでください。あわかった。はいはいじゃあまあホットっていうことですね。うん私はホット。 なるほどね、私結構お茶しばきガールなんですよお茶しばきガール、うん、意外かもしれないですけどお茶とかお茶菓子をこうね食べながら友達とおしゃべりするのめっちゃ好きでマジ、うん、だからカフェにも行きますしお家でティーパーティーする時もあるぐらいですえー、嘘でしょ嘘じゃないよ <laughs> いそんなイメージないわいやそうでしょうそうだと思いましただから、えー、何、うんお茶 っっってててこううやって喋ってんのそおいしいねーって言ってなんだねーって話したり家とかだと YouTube 一緒に見たりしたりゲームしながら「<laughs> お茶菓子これおいしいの見つけたから一緒に食べようと思って買ったの <laughs> えおいしそう」とかいうのやります。ママジマジ 全然イメージないわ森里さん私のねまだね3割ぐらいしか知らないから全然知らないですあでもそれこそあれ女子会やってたじゃないですかあれはお酒だったけどああいう会大好きなんですよあなるほどねうんみんなで集まっておしゃべりしながらこう飲んだり食べたりっていうのね好きですねゆっくりなるほどあじゃあそれでいくとねえっと質問来てましてあらかざねさんかざねさんこんにちは ノクタンちは?。ノクタンちは?ちは。えノクタンは? <laughs> ンは。<laughs> ちょっと一個多かった。あられちゃうんじゃん。<laughs> ええー、瀬戸さん監督クノクタンは。オクタンは。急に寒くなってきましたね。そうだねこの間、うん、女子のガールズトークな会がありましたが、うん、お酒は強い方ですか?。 うん、またシェアハウスのメンバー一人とどうしても食事を共にしないといけないとしたら誰を選べますか体調崩されないようにお気をつけくださいとありがとうございます、まあ、まずはえっとお酒は強いですかとうん弱くないと思いますいや瀬戸ちゃん強いよね強いでも本当にまあこういう人今年多いと思うんですけどまあこのコロナ禍になって全くこう飲み会ってものがないので、うんうん、自分のそのどれくらい飲めるかとかちょっと分かんないです変わってなければ 今まで通り多分人よりは強いとは思うんですけどそういうなんかめちゃめちゃ飲むってことが本当にないので今ああ、うん、分かんないです、ね、よあんま酔わない1回だけ家でなんかあの缶のハイボールとか、うん、なんかちょっとこういろんなのをごちゃで飲んじゃった時に二日酔いになりました、うん、だ今年は二日酔い1回しかしてない一 <laughs> 回したんだ、うん、<laughs> <laughs> そうか でもそうだねあの前のね一緒にやった「ロストソング」っていう作品ではいありましたよくねあの飲み会っていうかお食事会みたいなみんなでやってましたけどその時もうねもうガブガブ飲んだもんねガブガブかなうんガブガブっていうかごくごくというかなんかねちょっと実はちょっと裏話していいですかでですかノクタブギマリーねははいいあの 一回僕がさ、えっ、ー、とモテキきたをさ、モテキ入りますにしてよっつって、うんうん、やってもらったのあれじゃないですか。はい、イグジット風にしてって言われたやつですよね。そうそうそうあれ実は元ネタはセトちゃん本人なんですよ。えー、私そんなシャンパン入りますみたいなこと言いました。<laughs> いやセリフは違うんだけど、はい、あのそれこそロストソ,ソングのえっ、ー、と飲み会で、はいうん、あれチアキング姉さんが。はいはい。 シェアしようみたいになった時に瀬戸ちゃんが確か「おじゃな何とかやります」みたいな口調で遊びでね「じゃあこちらこちらになります」とかやってた多分ね意識してないと思う全然覚えてない急にその会話でさそういう口調になるやつはちょっと頭がおかしいなと思ってえ悪口言ってますね でもマリにも合うなと思ってへえそうだったんだ実は瀬戸ちゃん発信なんですよあれあらじゃあちょっとあのお金をもらいますなんで急にがめついじゃあシェアハウスのメンバー一人とどうしても食事を共にしないとなんでちょっと嫌な感じねそうだねどうしてもみたいな別にそんな嫌じゃないのに誰といきますか瀬戸ちゃんかでマリじゃないです うん、誰かなだから周りでもい,いんだようんうんうんあでもそうだな,な影山さんもいいかなと思ったんですけど、うん、な影山さんもなんかこうちょっと心を開いてくれてるのか開いてくれてないのかちょっとわかんないとこあるから気使っちゃいそうだなって気はしててな,るほどなんかまあでもルイかな。 ルイだったら本当にこう「はめまして」とかあってもなんかこう身の上話しながらすごい楽しく飲み会できそうだから、うん、ルイかなサシだったらそうねさしでも全然大丈夫そうだよねさし、うん、でもルイとなら全然喋れる気がするたま、うん、ち,ちゃんもいい,い,いかなうんなんか平気な気がするたま <laughs> ちゃんも大丈夫かも。 本当うんだきよしくんがちょっとな <laughs> うーんきよしダメどうしようってなっちゃうなんかもう,こう今日一回しか会わないんだったらすごい乗り合わせて、うん、あそうだよねみたいな感じで楽しく飲むけど、うん、友達になるってなるとなんかちょっと大変そういやめっちゃ LINE くるよそのあとえ次はちょっと二人でさ、うん、とかってなるよえ受ウケるみんなで飲もうってウケ <laughs> <受け>る <laughs> <laughs> 乗り合わせてああ うん、いや楽しそうですけどね、な,どねなんかでも彼は結構、うん、なんだろう、みんな女性をみんな恋愛対象に見るタイプの男性じゃないですか。そういう人はちょっと苦手ですね。異性を友達だけと思うやつなんていなくない、うん、まあ仕事はちょっとあれだけど。うんうんうん、ああ、でもそれ、男性目線の意見かもですね。出た。 マジすかうんわかんないですけど、まあ、もちろん人それぞれ男性女性だけじゃないですけどその中でもそれぞれだと思いますけど、うん、なんかまあそういうよく言うあの男女の友情はうんちゃらかんちゃらみたいなことにつながるんですかねそそ、うんうん、そうそうそうなんか友達と恋人のくくりになんか分けるのもなんかなんだろうすごい哲学い哲学的な話になっちゃいますよ。これじゃ 電話っぽいですか？<laughs> うん、いいね。いやでもそうだな。でも大切な人は友達であれね。相方であれ、大切は大切だから、なんかそこのレベルの違いみたいなのが、きっと私は結婚してないからわかんないんですかね。はあ<ー>、<laughs> なるほどな。うん、あれだよね。そのやっぱこう世代だよね。そのさ、<ー>彼氏彼女って言わないんだよね。相方っていうよね。いやいわかんないよ。いや何でもいいと思います。なんか今適当に浮かんだんで言っただけ。<laughs> なるほどねまあまあでもノクターンブギーでいうとまルイがね一番ルイかなわかりましたキリア君だと意識しちゃいます嘘うキリア君ちょっとかっこいいじゃないですかイケメンだよイケメンですもんねクマすごいですけどねクマすごいけどああのま男子が好きだからさ女子に対しては割となんか緊張とかそういうのもなくきっといいいい風に接するよあそれがいいのかもしれない うん、だからなんかキリアさんはちょっと惹かれるのかもなるほどね、うん、でもまあ何があるか分かんないからねキリアもそうですね吸血鬼だしね、うん、そうだよむちゃくちゃな展開あるかもしれない <laughs> むちゃくちゃしちゃうって言ってましたもんね <laughs> マリが言ってたのか <laughs> <laughs> 自分から言ってんの、ね、すごいねもう2つぐらいしか答えてるのに、うん、トークが止まりませんけども なんかね、えー、楽しくなっちゃって一通のメールでいろいろ喋っちゃいますね <laughs> じゃあねこれじゃあ今回の最後の質問ですねはいミレイさんミレイさんありがとう、はい、ありがとうございます、えー、瀬戸さん監督さんの九段はは,クタンは私は瀬戸さんの笑顔が大好きなのですがありがとうマリマリのここが好きっていうところありますかぜひ教えてくださいマリのここが好きか顔 <laughs> <laughs> 顔可愛くないですかすマリマリ可愛いよ、ね、最近なんか結構、うん、アップになること多くて久々にまじまじとマリの顔見たんですけど、うん、なんかお目目も可愛いしくりくりしてて、うん、で輪郭も綺麗だし髪型だけちょっと大丈夫って思っちゃうけどうん <laughs> <laughs>、うん、美人だなって思います顔が好きです性格は性格 <laughs> 格どうだろうまあなんか害はなさそう <laughs> そうね <laughs> 別に悪い子じゃないからね、うん、い,い,いい子すごくいい子ああすごくいいちょっと思い込みとなんかが強くてちょっと自信がなくてっていう、うんうん、なんか決してこう自分がすごいって思ってこうナルシストでもないし、うんうん、それはすごく好感持てますねなるほど、うん、じゃゃああれですかちゃんと ご自分の演じるキャラクターを愛していただいてますか？はい、ああ、よかった。う <laughs> ど,どうなの？これ、あの<ん>全く理解できない役とかもさあるわけじゃん。中にはきっと。あー、今までだとそんなにないかな。なんかその役やるってなって、その人のセリフ読んでるとなんか自分、うん、もし例えばそう。作品の中で悪い役どころってして置かれてても。うん なんかこっちはこっちの正義を通してやってることが多いから<う>悪いことしようってやって悪いことやってる時は別ですけど、うん、割とこう敵対勢力とかだと意外とこの悪にも正義があるみたいなよく言うじゃないですか、うん、そういうのがあるから、うん、なんかこ自分が悪いってやっぱ思わないですねやってる時は。なるほどね。うん、さすがっすが、ね、で、 で、はい、ということで、あっという間ですが、じゃあ今週はこの辺で。あら、さようなら。はい。いや、これね、あの、最後もあるんです。ちゃんと、これはもうね、優斗が考えたね。ノクタンは以外にあるのあるよ。ノクバイバイ。 いいねそれノックノック君の心をノックノック <laughs> ブギー,ーとかですか <laughs> ブギーつけたしかすげな <laughs> えなえ何ですか<の>教えてくださいグッバイラブギーっていうのがあるんですかちょっとキャンセルで <laughs> <laughs> 辞退します何 <laughs> ですかグッバイ何ブギーグッバイラブギーそう いや今これラジオだから多分伝ってないと思いますけど今僕が説明してる時殺人鬼のような目してましたからね私してないよもう森里さんね勝手なことばっか言ってるから皆さん信じちゃダメですよこの人嘘つきですからひでえ気をつけてください直球だなはいなので最後ちょっとねわかりましたうっぱいラブギーだけ4回ですということで今回の では、ええー、夢中マリアク瀬戸朝美と。監督の森田と淳平でした。せーの。ーのグッバイラブギー。ギリ。